ギボ先生2ギボ先生ご覧の皆さん、はいさい、さあ今日はこれです。県外に行く沖縄の人は要注意、沖縄でしか通じない言葉10選。方言じゃないんですよ。方言ではなくて、沖縄の人たちが普通にこう標準語共通語だと思って使っているんだけど、県外ではちょっとあれそれおかしいよっていうやつが結構あるんですよ。今日はその沖縄でしか通じない言葉10選を紹介しましょう。イエー。さあまず一つ目、こちら、パン。何々しましょうね、しましょうね。はい、例えばもうこれはですね、その沖縄ではよく使うんですよ。例えばこの荷物、これ運んでおきましょうねとか、これ持っていきましょうね、やっておきましょうね。これはですね、沖縄の人たちは私に任せてください、私がやりますからという感じのニュアンスで使うんですけども、その県外の人たちから言いますと、トゥゲザー、一緒にやりましょうねっていう感じに聞こえて、しまいます。誤解されるんですね。だから例えばその仕事で上司の人とかに、じゃあこの仕事、やりましょうねって言うと、上司の人にお前一緒にやろうぜみたいな感じでちょっと無礼になっちゃいますね。そういう使い方はちょっと危険なので、このしましょうね要注意、して使ってみてください。地元の人、僕も怒られたことあります何々しましょうね、一つ目紹介しました。じゃあ次、インチキー、インチキー。これもですね、沖縄ではですね、あ、羨ましいわーっていうニュアンスで使います。例えば新しい靴買ったんだーって友達が言った時に、あ、インチキーっていう感じで使うんですけども、羨ましいなーっていうニュアンスで沖縄では使うんですけども、まあ、県外に行くとやっぱ違いますよね。ね、例えばその友達にそのインチキーって言うと、そのなんかこうインチキ臭いみたいなこれもちょっと失礼に当たることがありますので、インチキーっていう言葉ぜひ気をつけてみてください。これもね、経験ある方多いと思います。偽物じゃねえよって怒られたりするかもね。チリ箱、チリ箱、ゴミ箱のことを沖縄ではチリ箱と、言ったりします。ここにゴミを捨てるなって言った時に、このチリ捨てるなって書いてる、あのアパートの、あのマンションとかの駐車場とかも多いんですよ。チリという言葉もね、なかなかその県外の方たちはね、どういう感じで使うのか僕もちょっと分かんないんですけど、チリというのはそのもっとこうゴミよりも細かい、そのなんかチリですよね、そういう使い方なので、まあ、間違ってはない感じもしますけど、ゴミ箱って言いたい時にチリ箱って言っちゃうと伝わらないです。チリ箱。さあ、もう一個いきましょう。次、沖縄でしか通じない言葉、ジレン。ジレン、これはちなみに何か知ってますか、県外の皆さん。ジレン、これは自動車教習所のことを沖縄ではジレンと言ってます。今ジレン通ってるんだみたいな感じで、教習所通ってるんだって時にジレンに行ってくるみたいな感じで使います。まあ多分ですけど、自動車の練習所みたいな、こう流れからジレンという言い方になってるんだと思います。まあ、その歴史的な背景、なんでこういう言い方になったのかはちょっと調べたんですけど、あまり詳しく書いてませんでした。まあでも沖縄では自動車教習所のことをジレンと言います。県外にね行く前に免許を取りましょう。だからね、だからよ、だからさ、はい、地元の人はもう普通に使ってますけど、県外ではなんだその言葉って突っ込まれる、もう代名詞的なやつですね。もう沖縄ではその肯定、一緒にこう同調する、そうだね、そうですねっていう感じのニュアンスで使うんだよね。昨日の台風すごかったね、だからねっていう感じで使いますけど、まあ、県外とかでこの言葉を使った時に相手にその使うと、その後ちょっと会話が止まってしまうんです。これなぜかというと、まあ、その後だからねの後何かこう続く感じがねしちゃうんですよね。だからね、だからだからなんとかみたいな感じで、その続く感じ、沖縄ではだからねで締まるんですけど、だからね、そうだったね、大変でしたね、丸なんですけども、その県外ではだからねと言っても、で何っていう感じになると思います。まあこれがね、その沖縄らしさというか可愛らしさでもあるんですけども、このだからね、だからよも、県外で使う時には通用しません、通しませんので、要チェック、要注意でございます。むちゃむちゃする、むちゃむちゃ、むちゃむちゃ、むちゃむちゃっていう、このどんな感じだと思います。例えばその今日ね、私ギボ先生髪セットしてますけど、まあ、セットした時にこの整髪料がそのね、洗い落としたないで、ね、そのまま収録始まるとむちゃむちゃするんですよっていう感じです。ベタベタする、
という感じですね。ベタベタ、まあベタベタするというニュアンスの言い方は沖縄ではむちゃむちゃ、まあ厳密に言うとちょっとね、あのむちゃむちゃイコールあのベタベタではないんですけど、いろんな時にね、沖縄ではそのむちゃむちゃ、やっぱこの南国なんでね、いろんなこうむちゃむちゃベタベタする機会が、あのジャンルがいろいろあるんでしょうね、そういう時にこうむちゃむちゃするという言葉を使いますんで、もうこれ沖縄に来てあの沖縄の人が使ってるのを見ると、あ、これがむちゃむちゃってなると思います。ぜひね、あのむちゃむちゃ、まあ、県外の人は面白く観察してみてください。地元の人は県外では通用しませんので注意してみてください。むちゃむちゃ、はい、聞き返す時のは、これですね。これはね、知っておいた方がいいですよ。なぜって誤解招きますから。僕も実際あります。あの沖縄の人たちはその会話の中で聞こえなかったり、え、何っていう時に、は、え、は、は、はって言うんですね。はという言い方、そのこれもちょっとあの県外の人たちに言いますと、ちょっと怒ってるのかなと思われますよね。はぁっていうのは、ちょっとこう、威圧的な感じに聞こえてしまうのが、はなんですけど、沖縄ではそんなことなく、悪気なく結構、あの、聞き返すときに、え、ではなく、はっていう感じで聞き返すんですね。沖縄から県外に出たときに、あの、友達とかね、職場の人、特に上司とかに、はって聞き返すと大変なことになりますんで、は。服を着ける。これは、服を着るときに、着るという言い方を沖縄ではつけると言ったりします。これもね、もう全然その無意識で僕も使うんですよ。未だに使ってその使い分けができないぐらい、あの日常的に使っちゃってるんですけども、着るという言い方をせずに、つける、服をつける、あのメガネをかけるだけ、沖縄ではメガネをはめると言ったりしますけども、メガネをはめるのもこれは違うし、かけるですし、服を、つけるも着る、沖縄ではつけると、言いますけども、県外では通じません、はい、これね、もらう、これあげる、いつまでいる、いつ帰る、今から来る、今から行く、これはですね、あの沖縄の人たちがその相手にその会話の中で行くときに、これあげるっていうときに、これもらうっていう感じで言うんですよね。あ、いつ帰るのって聞きたいときに、いつまでいるのみたいな聞き方をします。これもちょっとニュアンス的にはおかしいで、今から、そっちに行きますっていうときも、今から来るねっていう言い方をするんですけど、そうですね、相手目線でちょっとこう使っちゃうっていう言葉なんですね。沖縄の人たちがね、その相手目線でそのもらう、いつまでいる、そしてこの来る、相手目線でその喋りかけるっていうこの文化がなぜかね、あの浸透しているので、こういう言い方をします。ぜひね、沖縄の人と話す機会があったら、これ普通に使ってますんで、あの注意して聞いてみてください。そして沖縄の人たちはこれ県外で使うと、ん？どういう意味？とか、それなんか使い方おかしくない？って突っ込まれますんで、もしね、使い分けができるんであれば、県外に行った時には使い分けてみてください。後からね、後からな。これはさようなら、バイバイのニュアンスなんですけども、沖縄では後からねっていう言い方をしたりします。これもね、その県外に行ってびっくりされます。もう今日、あなたと会う予定ないんですけど、なんだっけ、後からねっていう感じで突っ込まれますね。その沖縄の人はもう、また明日ねとか、See you later ですね。See you later。See you later のイメージで使っているんですけども、その、まあ、これだけ聞くとね、またその日のうちにもう一回こう会う約束をしているかのような、風に取られてしまいますので、この後からね、もう地元の人たち同士で使うんだったらいいんですけど、その県外とか、その沖縄のその文化を知らない人と使うときには、さようなら、バイバイって感じで使うといいかもしれません。さあ、今日は沖縄でしか通じない言葉10個紹介しました。打ち当たりしてる人多いと思います。打ち当たりね、私使っちゃってたかもっていう人多いと思います。僕もそうでした。もう一個余談で言うと、沖縄でそのいちごにかけるコンデンスミルク、あれを和紙ミルクと言いますけど、あれも通じません。沖縄では通じるんですよ、あれ和紙ミルク。これもあのちょっと年配の方たちあるあるで、あの若い子たちは和紙ミルクって知らないかもしれないんですけど、昔の人たちとかね、おじいちゃんおばあちゃんは、おい和紙ミルク持ってこいって感じで使ってました。余談でございました。まあ、そんな感じでね、あの文化の違い、カルチャーショック、そのいろんな、僕もいろいろ経験してきたんですけど、その経験から今日はね、沖縄でしか通じない言葉をちょっと紹介してみました。後からな。